株式会社機ンは、和歌山県新宮市に本社を置く土木、建設機械のレンタル、販売、修理、温浴施設の運営を行う企業である。1976年に建設機械のリース部門を、はじめ、業界では早い方に位置する。2002年10月に、岐阜県大垣市の大規リースを買収するなど、M&A による拡大路線で業績を伸ばしていった。 建設機械のリース、レンタル業者としては中堅に位置。和歌山県、三重県でのシェアはトップであり、関東、九州、中部、東北にも複数の営業所を置いている。2012年時点での建設機械レンタル会社、売上ランキングは12位。ダンプトラックなどの車両、油圧ショベルなどの掘削機械、環境機械など取り扱っている機材は5000を超える。 いずれの外装にも、避難の、K のマークが描かれている。近年は、高所作業者、協梁点検者のレンタルに重点を置いている。2004年12月から温泉浴場事業に乗り出し、熊野の里、アマンディのブランドで運営している。2006年5月、和歌山県内の企業に、アントレプレナーシップをもたらし、活力や刺激を与える目的で創設された。 和歌山県経営者協会のアントレプレナー大賞に選ばれた。2010年、住口ガビン会長が一般社団法人日本建設機械レンタル協会の会長に選任され就任した。2016年、住口ガビン会長が平成28年、他年にわたり建設機械事業の業務に精令するとともに関係団体の役員として、 業界の発展に寄与した功績と評価された。創業時の、紀南県記車屋鳴尾浜温泉、熊野の里2015年7月以降はなし。世界遺産の熊野古道を舞台に開催される、UCI 国際自転車レース、ツールド、熊野創業者の住口が里氏は、熊野地方にプロスポーツを定着させたいという思いから、自転車競技の実業団主催ステージレース、3DI、 サイクルロード熊野を1999年により開催。長年実行委員長を務めた。2007年には地域貢献、社会貢献活動を目的に NPO 法人スポーツプロデュース熊野を設立し、UCI 国際自転車ロードレース、ツールド、熊野の運営などを行っている。2015年には避難サイクリングチームのメインスポンサーとなった。 2011年、東日本大震災で被災した宮城県石巻市で仮設風呂をボランティアで設置した。ありがとうございます。